放送席、そしてスタンドの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんこの人、サヨナラタイムリーの阿部選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当に大きなタイムリー、連敗を止めるタイムリーになりました。今どんなお気持ちですか？そうですね、その前にスクイズを失敗してるんで、ヒーローと言っていいのでしょうかね。とりあえず必死に打ちました。途中出場で今日は試合に出るということになって、満塁の場面、まずどんな気持ちでバッターボックスに向かっていったんでしょう？前の試合でも、満塁で三振っていうことをしてるんで、ヒーローと言っていいのでしょうか。いいと思いますよ、大丈夫ですよ。改めてスクイズが失敗になったところもありましたけれども、あそこからどのようにこう気持ちを切り替えていったでしょう？そうですね、バントは練習します。スクイズを失敗したときに、ものすごい厳しい声援が勝っていたので、これはやばいという気持ちで打ちました。ファールが続いてですね、鍵谷投手の速いボールに合っていく感覚、あの辺りはどんな感じだったですか？そうですね、バットをものすごく短く持って必死に食らいついた結果です。あの打球がヒットになって仲間に祝福されて、改めてどんな思いだったですか？初めてのお立ち会いなのでとても嬉しいです。ありがとうございます。非常に連敗が続いた中で今日も先制されましたけれども、追いついて非常に粘り強かったと思いますが、チーム全体の雰囲気など今日どうだったですか？いや、雰囲気はいいんですけど、思うように勝てなくて、それは今日僕が連敗を止めたという形になったので良かったです。本当に大きな一勝です。これからに向けてファンへのメッセージお願いします。連敗続いたんで、ここからはみんなで連勝していきましょう。ありがとうございます。さあ、それではいつものように勝利の儀式お願いいたします。何ですか？勝利の儀式を最後にお願いします。すみません、ちょっと初めてなんでわからないです。あ、了解です。あ、本当ですか？初めての 3、2、1、 バーン。ありがとうございました。阿部選手でした。9回にゲームを決めるサヨナラのタイムリーを打ちました阿部、プロに入って初のサヨナラと話しました。阿部の喜びの声を聞いていただきました。まずバントは練習しますと、いう阿部のお立ち台での言葉がありましたけれども、本当にスクイーズ失敗した後のタイムリー、よく打ちましたね。よく打ったと思いますよね。そしてそのタイムリーが連敗を止めるタイムリーということになりました。今日はゲーム途中出場でした阿部、ちょっと嫌な流れもあった9回ですけれども、最後はこの阿部が決めました。勝てばね、そのプロ野球はいいわけなんですけども、勝った中でね、ただ8連敗と連敗している最中だったんで、今日はこの勝ちっていうところでこれで良しとして、ただその勝った中でもやっぱり反省する材料たくさんあったんでね、当然これ阿部の例えばバンド練習であったりとかね、次のバスターであったりとかっていうのもあるんですけどね、はい、